番は大きな間違いをして、ゆりやんせんだよね。あそこで最終的に唐揚げを残したキュンスケくんがいけないんだ。カレーうどんです。カレーうどんの方がいいかも。いや、まあ、いや、弥生県のまだ白飯、白ご飯、はい、定食なんで。あ、いいえ。あれ、じゃあハッチンまで歩いてもいいよ。あ、歩いてハッチンの前のスキヤでカレー食います。あ、スキヤカレーあるさ、あります。それで行きますわ。あ、最初ゴミを目指して散策していきますか。途中でなんかそそるんだったら入ってもいいし。なるほどね、はい、それで行きますか。ハッチン前のファミマ行きます。じゃあ行きましょう。はい、レッツゴー。3軒目。はい、3軒目行きましたね。1名脱落しました。はい、3人になりました。今日ですけどね。そう。で、まあ中学生なんかも帰らせました。そうですね。まあ、いずれも見とくだけでも辛いと思ったんで。では、ここで、ね、まあ、ゴミハッチンといえば、まあ、ゴミハッチンラーメンみたいなのが多いという、旧メニューの名前ね。うん、旧メニューね。これを食べて、そう、まだ栄吉先生が元気でしたらば、まだ次にね、進んでいきたい。ダメんじゃねえぞっつう話だってことよ。ここで引退したら、もう結局やっぱり、ね、チームブレイキングフード元祖ですね。オーナー&ミシュランの、まあ、勝ち取り、まあ、決勝までのポジションで、そうですね、まあ、準決ぐらいの感覚で、ね、なるほど。じゃあまあ行きましょうか。はい、行ったろで、レッツゴー。いや、でもあの定食セットもほんまに序盤ほんま5分ぐらいであかんでらしたんですよ。あー、うまい、うまい、食ってた、食ってた。では3軒目、はい、いただきます。いただきます。はい、トロビー、うまそうやろ。しゃあ、ごか、うまい、うまい、うまいことだね、間違えた。まだ言わないもん。言うてね。あかん、うまい、最高、うまいね。エーピョンが引退宣言したら食べた。はい、最初の
行くぞ。どうも、すみませんでした。もう、食べれません。すみませんでした。それは、絶対無理。食えるか、こんなの。もうギブアップで。すみません。よろしいですか？ギブアップで。苦しいです。ほんまに。勝利。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ね、今回はまあピカチュウが最後決勝戦まで残ってきたんですけど、はい、どう結果は。腹いっぱいだもんということで、まあ、ピカチュウもギブアップしました途中でね。ということで、まあ、今回また結局チームミシュラン、オーナー&ミシュランが勝ってしまったんですけど、まあ準レギュラーしてくれと、食べてておもろいんかっていうところだったんですけど、どうなんやろな。まあ量で言うと間違いなく、まあ入るところまでは来てないかなっていう。うわ、すんごい見てる。ということで彼は準レギュラー決定でーす。やった、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 イエーイ、イエーイ、イエーイ、うわっ、新たなメンバーが加わりました、エピョン。まあ麦わらのね、海賊団でもシカがあれ何やったの、チョッパーおるみたいな。うちにもピカチュウがおるよと。そう、誰もやったんだこれ誰もやったんだ柄悪ピカチュウということで、まあ、うちのねピカチュウも含みでこれからね、シモミシュラン TV 活動していきたいと思います。彼はね、ポケモンカードを TikTok、 そう、はい、ポケモンカードをいっぱい開封して世の中に開封動画を晒してまーす。あ、もしもし、もしもし、ちゃうわ、どこ行ってんねん、そこ右も、あ、撮影中、すいません、ちょっとごめんなさい、分からん、二度クイーンから電話ありましたわということで、まあ今回は大食い企画負けはしましたが、彼は準レギュラーということで迎え入れたいと思います。エピョン、これもよろしくお願いします。お願いします。じゃあまた対戦相手もね募集してますんで、対戦したい方は気軽に DM ください。あ、ちょっとやりたかったことある。何？ムキムキシェンロンと戦ってもいいね。もうええわ勝ってまうやろということでね、まあ、大阪メンバーとの交流も出てくると思いますんで、じゃあこれでね、今日はまあ、また次回ということで、では今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。高みを目指し踏ん張れ、もがいて苦しなぶんだけ人はでかくなれんだぜ。